やあ、お帰り。迎えに来たよ。今日もお仕事お疲れ様。大変だったね。早く帰ろう。あなた誰ってひどいなあ君の彼氏じゃないか。彼氏。こんなにもかっこよくて、優しくて素敵な彼氏を忘れることはないだろう。もしかして、あの運命的な出会いも忘れた。なんてこともないよね。 そう運命的な出会いだよ。僕たちは生まれる前から繋がってたんだよ。え本当に覚えてないのあの時だよ。一年くらい前かな。その当時は、僕は何も、希望も夢もなくて、人生における楽しみなんて一つもなかった。毎日退屈な人生を送っていたよ。そんな時、僕は君と出会ったんだ。 僕がうっかり財布を落としたことに気づかず、電車降りて改札を出ようとしたとき、君が慌てて走ってきて僕を引き止めてくれたんだ。にっこりと僕に微笑みかける君。目と目が合ったあの瞬間のことを一生忘れることはないだろう。僕は人の気持ちがわかるからね。すぐにわかったよ。君も僕のことが好きなんだってことが。でも、 やっぱりお互い何も知らないまま一緒になるのはよろしくない。君のことをいっぱい知ってからお迎えしようと思ったんだ。君もなかなか酷だよね。あの時電話番号の一つでも教えてくれたらこんなにも時間がかからなかったのに。大変だったんだよ。まあ、僕のことを試してるんだなって思うと、続ゾ々クゾクして頑張れたんだけど。 まず君がよく使う路線が分からなかったあの運命的な出会いをした日に使ってた路線は普段はめったに使わないんだねてっきり仕事用だと思ってずっと君を探していたんだよねやっと仕事帰りの君を見つけてそのまま一緒に家に行ったんだあとは簡単だったよ君の部屋の合鍵を使って 君を常に感じられるように、あらゆるところにカメラと盗聴器を仕掛けたんだ。カメラは視覚ができないように大体30個くらいはつけたかな。玄関やリビングはもちろん、お風呂場やトイレにもつけたから、いろんな君が感じられた。盗聴器もつけてたから、声もバッチリ聞こえた。ご両親や友達と電話してる時の君は、はしゃいでいて、とっても可愛かったよ。 ただ、時々、お父さんじゃない男と喋ってる時があったんだけど、あれ、誰会社の人にしては、デートとか言ってたし、なんだか君が甘えてるような気もしたんだ。ねえ、答えてよ。あれ誰、誰 答えによっては、僕は君をお仕置きしないといけないな。僕という彼氏がいながら、他の男と浮気だなんて、ありえないよ。僕はこんなにも一途に君のことを思っているのに。<laughs> ちょっと長話し,しすぎたね。<laughs> 色々と伝えたいことはあるけど、とりあえず行こっか。 僕と君の家にさあ車に乗ってちょっとどこ行くのちょ暴れないでよほら車に乗ってもうやっとおとなしくなった 叩いてごめんねでも君が悪いんだよ大声出して暴れるし誰かに聞こえてたら誤解されちゃうじゃんんん <laughs> まだ逃げようとしてるねとりあえずおとなしいうちに手錠でもつけよっかねえもし次逃げようとしたらこれ見える これで君の体のどこかに傷をつけるからね。だから暴れたりしないでね。僕だって君の美しい肌に傷なんてつけたくないんだから。さあ、出発しよう。大丈夫。何も怖くないよ。部屋の準備はバッチリさ。君の部屋は一切明かりも電波も入らない地下室。君が好んで使ってる寝具や。 パジャマ、シャンプーや化粧品などぜーんぶ揃えてあるから不便はないよその部屋で僕と愛を確かめ合おうね運命的な出会いをした僕たちの住みかで <laughs> 動画見てくれてありがとう ASMR 動画は毎週日曜日に更新しています よかったら YouTube のチャンネル登録 Twitter のフォローよろしくねバイバイ